シネマデプトと,とも学は、かつて、奈良県奈良四角ぶり町の三条通り沿いにあった映画館。本館とイーストの二つの建物からなっていた、地元工業会社である谷井工業株式会社が運営していた。本校では、同劇場と前身となった各劇場について記述する。1990年に、それまで運営していた4劇場を解体。 新築する形でゴスクリーンのシネマコンプレックス形式の映画館として本館が開館した。当時シネマコンプレックスという言葉が現在ほど普及していたなったため映画のデパートの意味でシネマデプトと名付けられた。落成披露では当時の奈良県知事である上田茂清や奈良市長の西田英座などが駆けつけている。テレビやレンタルビデオの普及で苦境に立たされていたが、 劇場の受け入れ体制が整えれば観客は増えるはずと考え方の元映画館の建て替えを実行。改装後は自動化などで経費を3割かと売り上げは4割増となった。シネマコンプレックスの形態が一般的になった1996年には後、スクリーンでは作品数に対応できなくなり増加。 小西桜通りを挟んで100メートル程度離れた場所に、シネマデプトトモラクイーストを建設した。サンスクリーンで隣接するゲームセンターと一体となったアミューズメント施設とした。社長の谷井沙夫と奈良県出身の映画監督である河瀬直美は、信仰があり、河瀬が主催する映像制作集団、組画が,が中心となって1997年5月から、同劇場で、 ミニシアター系の邦画を上映するなどの取り組みを行っていた。上映作品には、フォーカス、ヘルプレスなどがある。川瀬が監督する、萌えの鈴作や、ソマビト物語も同年10月に同劇場で上映されている。また、同じく、奈良県出身の映画監督、伊豆和幸は、ゲロッパーの舞台挨拶で訪れ、学生時代に授業をサボって、同劇場で、 よく映画を見たと述べている。2005年に本館がデザイナーズシネコンとしてリニューアル。バリアフリーに配慮し、年配層にも受け入れられつつも、上質でスタイリッシュなデザインとなるよう改装された。以降、おすすめの映画館などのランキングにたびたび顔を出すようになる。しかし、2000年以降に郊外に増えた競合館の影響で動員が伸び悩んだ上、 運営会社社長が胃がんを患ったことが重なり2010年1月31日をもって閉館することとなった。さよなら工業として、ローマの休日などを上映。過去の上映作品のポスターなどが無料で配布された。この閉館により、都道府県庁所在地にもかかわらず、奈良市は映画館がない状況となった。同館の映写設備は川瀬が理事長を務めるなら、 国際映画祭実行委員会に同年6月23日寄贈された。奈良ニュース映画館奈良ニュース映画館は前身となった劇場のうち最も古く1942年開館である。家族が出生した地元住民から戦地での姿を見たいとの要望が上がり、創業者の谷井智三郎がそれに応える形でニュース映画館として開業した。戦時大下で業が 紅白に系統化されると、白系風切り劇場となり、奈良映画劇場と解消。戦後は、ニュース上映も復活し、洋画の上映も行ったが後述する。友楽洋画劇場が開館するとそちらに、洋画ロード小劇場の座を譲った。1956年に、奈良東映と解消して、以降は、主として、東映系作品の上映を行っていた。 シネマデプトトモラク建設のため1989年閉館、解体された。トモラクザ、トモラクスからザトモラクザは廃業した旅館の跡地に建てられた木造モルタル2階建ての劇場である。主として舞台上演を中心とした工業を行っていたが、1950年代後半から映画上映が取って変わり、末期には成人映画の上映館になった。 トモラクスカラザの会館に合わせ閉館し、跡地は、三栄総合銀行に売却する予定だったが、1969年12月14日、未明に電気器具の加熱が原因とみられる火災が発生。全焼し、そのまま閉館した。跡地は、予定通り、三栄総合銀行に売却され、後に、奈良銀行本店となった。現在は、 大和ハウス工業によるマンション建設予定地となっている。トモラクスカラザは工術するトモラク会館の西側に隣接するトモラク観光ビル3階に存在したヨーガロード小劇場。1970年万博による観光客誘致に奈良市内の観光業が湧く中、観光客向けレジャー施設として同ビルが建てられた。そのため、名店街やビアガーデンなども入居している。 志向は、奥村組、映写設備は、日本ジーベックスによる。再開発のため1990年に閉館。跡地はイーストに隣接する、ゲームセンターとなった。ともらく会館ともらく会館の会場番組だった、聖衣ともらく会館は1954年に建てられた。志向は、清水建設、映写設備は、日本音響正規による。総工費は、当時の金額で、約1億円。 落成式には、当時の奈良県知事である、奥田良造や奈良市長の高向くまさつぐなどが、駆けつけている。映画だけでなく舞台上演も可能な友楽大劇場。当時まだ珍しかったシネマスコープ上映が可能な友楽洋画劇場、日本交通公社、美容室などを用した。あとに、友楽スカラ座に、洋画ロード小劇場の座を譲り友楽洋画劇場は、友楽演劇と解消。 老朽化のため1990人に閉館した。跡地はシネマデプトとトラクイーストとなった。本館は新建築都市研究所の設計、清水建設の施行、映写設備は g b クスによる鉄筋5階建て。後年のシネマコンプレックスは1フロアに、スタジアムシートの劇場をすべて配置することが多いが、敷地面積の制約から複数のフロアに、 スロープ式の劇場を一からにスクリーン配置する構造となっていた。総工費は約15億円。当初は春日大社の藤をイメージした藤色の外観で各劇場は青,青、赤、黄色などの単色でまとめられていた。スピーカーは埋め込み式で JBL 製 A 車機はイタリアのシネメカニカ社製全自動 A 車機を使用していた。 2005年に総工費は3億円をかけ、道下広木デザイン事務所の設計でリニューアルされた。平常形の地図を模した格子が多用されるデザインとなった。外観は格子状のアルミニウムとなり、1階店舗部分も決めの格子で仕上げられた。劇場内も壁面は落ち着いた色彩のカーテンとなり、座席は特注の布を使用したハイパックシートに変わった。 イーストは2階の1フロアに3スクリーン配置する構造となっていた。当時としては標準となりつつあったカップホルダーやデジタルサラウンドを開館当初から配備していた。閉館時の設備を下記に示す。ありがとうございます。